ハノーファー王家の紋章ハノーファー君主一覧では、ハノーファーを中心とする、両方国家を統治した君主を列挙する。ベルフ家が支配する、ブラウンシュバイクリューネブルク公国は、頻繁に一族間で領地の分割が行われた。このうち、カレンベルク公領とゲッティンゲン公領を相続した、ゲオルクは、ハノーファーに拠点を移した。ゲオルクの息子であるエルンスト・アウグストは1692年に、 先帝公くらいを獲得し、それは、居住地であるハノーファーにちなんで、ハノーファー先帝公と呼ばれるに至った。時代のゲオルクルートビヒが1705年に、リューネブルク公領を相続したことにより、ブラウン・シュバイクリューネブルクは、再統一に近い形となった。さらにゲオルクルートビヒは、イングランド王ジェームズ一世の彦であったことから、1714年に、 イギリスの国王ジョージ一世として即位した。こうして、ハノーファー朝が創始され、ハノーファーとイギリスの同訓連合体制が敷かれた。なお、選定校及び王家の名前として一般に、ハノーファーが使われているが、正式名称は、ブラウン・シュバイク・リューネブルク選定校であり、加盟も、正式には、ブラウン・シュバイク・リューネブルク家の名が、もっぱら使用された。ゲオルク三世の第二は、 フランス帝国によるハノーファー占領と1806年の新生ローマ帝国崩壊で先帝国の地位を失った。1814年のウィーン会議の結果、ハノーファー王国が成立し、ゲオルク三世はその初代国王となる。1837年にビクトリアが即位したが、ハノーファーは女子の相続を認めないサリカ法を採用していたので、おじのカンバーランド公。 エルンスト・アウグストがハノーファーの王位に就くことでイギリスとの同君連合は解消された。ただし同君連合解消後もカンバーランド皇及びイギリス王族の地位は認められた。エルンスト・アウグストの息子ゲオルク5世は1866年に勃発した広島戦争でオーストリア帝国側につき、その結果ハノーファー王国はプロイセン王国に占領、併合されて滅びた。 ありがとうございます。